するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。2局開始です。はい、皆さん手牌を開けてください。大井さんはシャーチャードラが数ワンです。手材料は結構いいのに、はい、上がれないことが増えているのでちょっとしたこうストレスなんだけど、はい、今回いいじゃないですか。これ恵まれてるんだけど、はい、これも上がれてなんぼだよね、うん、そうですね。全体的にあ、麻雀の手は通して上がれてなんぼですからね。そうだからまだこれで上がれないようだと、はい、絵に描いた餅じゃ意味ない。これもちょっとね、うん、赤が入ってるルールで、はい、5を持っちゃってるんで579になっても意味がないんで、うんうんうん、先に切りました。なるほど、はい。まあ、8持ってきてのベンチャーもあまり嬉しくないですね。あ、もうそれ余計上がりにくしちゃうんで、うん、ターツはもうドラが数万でマンズに1つソーズにこう 2.5 ブロックっていうふうに決まったので、うん、もうこれでいいです。全局の横移動で大井さん、はい、なんと3着目になってます。ああ大丈夫です、はい、全然 OK です。全く気にされてません、はい、むしろこれぐらいのがいいですよ。マグロにはちょうどよくなってきます。ちょうどいいです、うん、今イーソーを残してターンを切りましたね。一応リャンゾーが、川の景色と親の現物にリャンゾーあるんですけど、はい、あそこで一数層固定することあんまりないので、まあ、山にいつもよりは目に見えて3枚ですけどちゃんと残っててくれそう。面倒だね、これは面倒。一応コーマは当然まっすぐ行きます。自敗を処理していきました。はい、ドラ表示の3万持ってることは自分の中で強みで、うんうん、2くっついても4くっついても大きいんで、あー連続つもぎられちゃったか。これで2枚目。これでアウトです。あのアウトですか。下茶の方は1枚持ってないですよ、はい、でトイメンも持ってない、うん、と考えると、平均して2枚残りってことはなくて、こっちが1枚持ってることか、1枚というか 0. 何枚持ってるんで、例えば 1.5 枚ぐらい山にいると。リャンゾーは、はい、1.5 枚ごときでこんなの持っててもしょうがないんでねえ、うん、よいしょ。お、いいとこくっついたぞ。一応現状って仕掛けってあります、はい、うん、皆無ですね。皆無、どこもローソーすら食わないですね、うん、これは今回ね赤の手ですが、もう絶対泣かないです、うん、はい、本当終盤ですね。そうですね、その思考になってくるのは、はい、あとはどこ親を警戒しましょうか。今手出しをシャーでしたね。ちょっと待ってください。スーピンつむぎちょっとチーしちゃうぞ、うっそん。あと大井さん、はい、ここまでで見ていて、はい、横入ってましたね、うん、思ったんですけど、はい、結構こまめに並びの場所、うん、これね、変えるんですか。例えばさ、はい、例えばこう今こう引く前じゃん、これでさ、うんうん、こっからこれ切ってさ、リーチなんて言ったらなんかさ、2、3歩ね。あの端っこなんかピンズっぽいですね。それは嫌じゃん、ちょっととか、こう見え方を意識してるわけですか。あと、あの視聴者の方が見えやすいように僕はちゃんとリーパイもするし、ソーズの上下もこのローソーは嫌なんです。ありますもんね、はい、上下ね、上下が一応丸みを帯びてる方が結構手配は繊細にこう意識されますね。そうですね、うん、はい、なるほど。ここでこれを切ります。はい、でいいじゃんでございまして、このパイシになったら、うんうん、だいたいリーパイ的にはこうしておくと 何を切る。あ、ウーアン手出した。ちょっと待って、親がウーアンを手出しすると、はい、どうですか。あのね、数万がドラなんで、はい、このぐらいでウーアンを手出ししてその後にペロンペロンと手出しが入れても、はい、そのスッチーマンだったりサブローマンだったりっていう両面固定は結構するんで、うんうん、ドラ受けを残したりドラを使いたがったりして、だからこれはあのドラそばのウーワンを切るってことは結構もう要注意で怖いんですよね。なるほど、親は要注意。これですよ、リーチでございます。やっぱりですか。はい、当然です。はい、これ何度目の挑戦だった話ですね。はい、これね、待ちね、またまたですね。あのよく宣言牌のその裏筋は通るって言うんですけど、赤い時は結構危ないですね。そうそうそう、ああ、大丈夫です。これ負けたことないんで。馬鏡見てください。どっかで聞いたワードが早くももう一度聞きましたね。これは絶対に負けないんで、はい。なるほど。親の追いかけが同時に入りましたね。はい、はい、勝ちました。勝利宣言です。はい。もう彼は、マンズ待ちなのか、ソーズ待ちなのか、はい、あるいはパーピンに関連してるのか分かんない。今のところ読みは入れられないんですけど、はい、濃厚なのは、そうだな、自分の手配だとやっぱサブローソーとか、
ね、目から見るとこの辺、うん、ソーズのスッチーソーとかはこの辺は結構危ない。でマンズで言うと手出しが1個しか入らない、ウーワン出した後にパーピン1個しか入らなかったので、6級ワンっていうよりはウーワンに関連してそう、またぎそう。でもパーピンも孤立ではなかったですかね。孤立ではないんですけど、これはね、チーピンもキューピンも場に出てないので、はい、完成したのかその周りが頭なのかちょっと読みづらい川なんですよね。あ、なるほど。持ってない人が両脇がちょっといるんで、はいはい、ちょっとこれはピンが読みにくいです。6級ピンもあればその周りが頭もあればみたいな感じなんで、とりあえず今言った危険なところ持ってこないのが一番いいですね。いや、その前にこれがいるので、はい、必ず両脇がこれを持ってないので、特に山にはいるよと小さい数字を持ってないので、さあ、おいさん、じゃあこれは負けたことがないです、はい、大事なことなので必ず勝ちます。つもこの、あ、違う今つもかと思ってね、もう一回確認してもらえ、全然違うじゃないですか、確認しなきゃいけないぐらい山にいるってことです。そうですね、はいはい、あ、ロンかな、それかな、出ましたよ、出ましたよ、隣だったね、まあ、現物じゃないですか。いや、大安心してください。わかりました。じゃあもう優雅な気持ちで、はいはいはい、あとは見ていていいってことですね。あとはどっちかなぐらい、できればどっちかなぐらい、このぐらい手詰まっちゃってる人。なるほど。手詰まっちゃってる人はさ、もう手詰まった方から出そうな街ではあるんですか。いや、 それはそうでもない、それでもない、二人にとってないんで。なるほど。連続ぐらい、リャンゾは僕に危ないんですけど、うん、親よりはマシっつって、まあ、E1 とか打ちそうなんですけどね。マンズ持ってるじゃないですか。だから E1、U1 ぐらい打ちそうですけどね。うん、親に打つ分にはよりはこっちの方がいいっつって。これマンズですよ、ほら。要するに、はい、親に打ちたくないから E1 か U1 の筋かを切ると思ってましたよ。なるほど。ただ私の前、うわ、そうそれじゃないんです。何回かっこいい。え、いないの、え、読めてないの、え、まだリーチしてから2巡ですけどね。いや、違う、これ読めてないのかな。いや、これ負けないんだけどな。おかしいね。入ってる？さっきからこの街、ハイチェックから。さっきからこの街上がれてないんで、入ってる？いや、もう確認しないとちょっと分かんないかもしれない。ハイチェックお願いしますって。手詰まっちゃったよ。どうしよう。やばいやばい。手詰まられると、まさか急ピンとかで放出されたら嫌なんだよ。親のね、現物もまだ牌の種類少ないですからね。おー、ウーピンのワンチャンス、ワンチャンスいったね。かなりでも手牌苦しそうですね、うん、これまだサブローマンとサブローソーはやだな。特にいっぱい通ってないんだけど、まだサブローマンとサブローソーやだな。ドラだ、通りました。だって大井さん当たりじゃないもん、うん、サブローマンとサブローソーやめろ。大井さんが絶対勝つからこの牌やめろに変わってきた。ちょ、これちょ、無筋セーフ。サブローソーは危ないけど、キューソーは端っこでよかったよ。ちょっとこれな、どう入ってる。さあ、牌を疑い出しました。入ってないんじゃないの。3品はね、3枚目になりましたよ、うん、本当3枚見えてるの。3品3枚、あ、僕から、ね、はい、僕から、ね、他の人見えてないからさ打ってくんねんだよ西上がりきれるか。これ上がったらまたトップ目立てますけどね、うん、勝ったね。本当ですか。勝ったか。え、赤、嘘、赤にドラにいろいろ通ってきましたね、うん、違う赤がもう赤が場に2枚ですよ。赤持ってるかと思った、親が。あ、じゃああと1枚。そう、あれね、うん、ないですもんね。あれ455から5万切ったのかと思ったの。でも違ったね。なんだその筋は。G1 ってな、筋、あ、2-1 の筋ですね。これ E1 貯められちゃって。貯められてます？感じました？多分あった。つま。いや、こんな負けないでしょこんなの。大井さん勝ちました。メロン。まただよ、また1326台、どうしよう、1300に1600です。リーチピンフーツも赤いチ。弱いな、裏ドラ乗せなさいよ。裏は乗りませんでしたが、大井さんの上がりとなりました、はい。負けたことのないといったイーチピン勝ちました、はい。一度も負けたことないんで。全局は負けました。はい、いやー、決まりましたね、大、は、井、い、さん。決まりましたよ、危ないよ、ほんと。さあ、ではみんなの手も見てみましょう、開けてください。大丈夫です、絶対当たってない、また当たってない。シャンポン。どうしよう、シャンポンなんてわかんない。つもりさん参考のシャンポンじゃないですか。これまたピンズはあなってあなって複合してて積もったのあるか。ちょっと意外性のある方が多いですね。だってさ、あんな複合ピンズしててさ
おいで、なんだあれ、もう6入ったか7入ったか知らないけどさ、読めない読めない。あ、そっか、一番右か。あ、そうそうそう、あれそんな読めんわ。はあ、川下さんがめちゃくちゃ顔が入ってますね。ほんと、サブロー、サ、いや、サブローソーとかに見えるじゃん。イスピンは自信、相当自信あります、正直。はい、負けたことないです、これは。裏乗らないしね。ただ、裏乗らねえな。さあ、大井さん、見事な上がりが決まりました。はい、はい、山6枚はちょっとよ、行幸ですけど、1枚ぐらいスーピンを持ってないと、ピンズが、ね、はい、ブロックがもう1個ぐらいあるはずなんで、だから、山4、5枚だと思ってたけど、こんないっぱいいたんならスーピン積もれよ。ね、じゃあ、スーピンにしろよ。はい、さあ、おじさん、トップに立ちました。この後、どうなるんでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。ラン3曲開始です。皆さん、手配を開けてください。さあ、トランがローソー、はい、ローソープラス前ですね、はい、おいさん早くもなんちゃです。ちょっとしたトップ目でこの時に考えなきゃいけないのは、はい、まあ、4000点以上ついて4100点ついてれば伏せれるのでオーラスが、オーラスですね、うん、なので今2着目と2500差なんで、はい、2000点ぐらい上がりたいなと思っております。最低でもなのでドラがローソーなので、ローソーでも引ければローピンからチーしていくとか、あ、仕掛けもあるよ、うん、ということですね。そしたらトップ率がぐーんと少し上がるのでね、さあそんな2着目の親番です、はい、ん、親番なんちゃね、2着目の、はい、あ、2着目の親番、うん、あ、そうそうそう、大事ですよね、結構ね、うん、あれなんか大石さんヒーローだとあれじゃないですか。ちょっと待って、それはちょっと待ってそれはちょっと待って、それはちょっと待ってほしいですか。確かにさっきと一緒だね。大石さん今リアルな現実の2000点を見るか、うん、ヒーローになるかですよ、どうします。現実を見たい、もうなんか、あ、連続出た、ポンしようかな、ちょっと待って、ちょっと待って、ポンしよう、現実みたい、はい、みんな声聞こえないんで手でね、はい、ただポンしていくとすごい現実やろうじゃないですか。違うんですよ、トイト道あるから、あるからトイトイ上がっておくとなんで片言になったんですか。これトイトイ上がるから2000点上がると、はい、めっちゃいい状況なんですよ、オーラスがね、トップ率がめっちゃ上がるんですよ、これ。なるほど、大井さんはトップを目指してかなりシビアな判断をされました。リアンソーから動いた、ヤンマンが2枚、はい、2枚切れです。これがフロー率が上がったり順位点が大きいとこうなっていく。例えば普段あれ私がやってる RMU のルールだったり、ひなさんがいる最高戦ルールでこれを泣くかって言ったらそれは分かんない、うん、今回は丘もあるし赤もあるし逆転しやすいくせに順位点がめっちゃ大きい、だからちょっと泣いてみた。なるほど、うん、ルールによってもその判断の差が出るわけですね。そう、チューチャンパイだらけすぎて、はい、わずか2巡目にして、はい、もう安牌がなさすぎて、しかも濃いですね、はい、残ってるのが、ね、上がっちゃった方が防御に適してるというか、うんうん、敵より早く上がる方がなんか危険が少ないかなと思って、そんな感じで泣いてみました。ただ合ってんのかな3万つもぎられちゃったよ。そうですね、それ僕の3万だと思うんだけど入ってましたか。でも安くなっちゃう、それだと。そう、まあ、やら引きたい、安い高いはいいんだけど、でもフリテン含みになっちゃうんで無理ですね。ドラ引きたいですね。下茶の方は国士かな、思い出に。あ、違う、ウィーピンだって、やばい、どうしよう、どうなんですか、わかんない。あ、また何つもぎり、え、3万とスーソがいらないって言って、何何何、怖い怖い怖い、何何、これ下茶もトイメンもちょっとなんかをや、なんかを狙ってるね。通常ではないですね。そうですね、何かこう役だったり。親はドラそばを切りました。ただおかげさまで私現物が1枚できましたんで何これ、やんぞポン、やめて、もうやめようかな。いやでもちょっと不気味になってきましたね、周りが。怖いよ、やめようかな、つもぎり、みんなつもぎりってさどういうことですか。結構つもぎりだけ覚えろって大井さんおっしゃってたけど、皆さんつもぎりですよ、ずっと。でもみんなも、はい、みんなも僕が怖いんで。あ、あの泣かない大井さんが、大井さんこんな早くから連想で動き出したよ。どうしたらいいんだよ、筋持ってきちゃって、もう何だよこれ。対面の現物無理だよ、こんな持ってられないよ。つもぎりました。嘘を引いたら激痛なんだけどね嘘を引いたらまあ一応使えるといえば使えますけど、これやばいよ、危ない数字しか持ってないんだけど。うん、うん、さあどういった方向になっていくか。今証拠が入ったんでここでシャアを切って、シャア、はい、なんだろうね、何に行こうか迷ってるんだろうね、どう高くしようか迷ってるっていうか。怖いよ、親全部つもぎ、全部つもぎ、どうしよう、もうパニックだよ。こんなにつもぎれ続くんですね。無理だもん、ダメだ、
ちょっとあと1000点ぐらい払うからやめさせてもらえないかな無理でしょうね抜けさせてもらえないかな途中でここでアウトですみたいなないですよね。降りたいんだけど、ね、もう降りシステムないそういうの残念ながら今回はございません。しかよダウンしたい。もう降りちゃう降りちゃう。やめてやめて手出しやめて。つむいてつむいて。あ、来ちゃう来ちゃう来ちゃってるよ。ローピンはまずいよ。チって言っちゃう。チって言っちゃうよ。言っちゃうよ。じゃあチ。はい、泣きまーす。いや無理だよ。無理無理。ノーアンパイだよ。どうしよう。どうしよう。ゴリゴリの高春が今見れてますね。今までと違った大井さんを届けてきてますよ。嘘ついちゃった。でっかい声で。だって怖いからさ、今気持ちだけでもテンパ。でも届かないですから、みんな耳塞いでるんで。なんか、テンパしてみたいなリハやめていただきました。だってもう本当に赤ウソを立つ、ロンって言いたい。ドラヒョウの赤。ゴロンしたい。でもピンズじゃない？ピンズじゃない？止めてるってことですか？じゃあ、ウッピン切っちゃおうか。あ、確かに切っちゃおうか。ドラ引きたい。無理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 。ウッピン切れない。切れないよ。パワーワンのがいらない。ただ、はい。ただ、まだ自敗も余ってないので、トイメンの方は、まだ大丈夫でしょう。E1 が出たよ。これ親ゲンね。親のゲームズの E1。なので、はい、もうあとは自敗とピンズしかないんじゃないかなと思っております。うん、はい。これはまずい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 。そうそう、すでに切っています。つもぎり。ちょっと待ったから。いや、ちょっとあの形はね。無理だよね。次の手出しが危ない。次の手出しが危ないんで、ちょっと一回待ってね。ペイでした。自敗でしょ？自敗でしょ？これしかも1枚切れじゃない？ 1 枚切れでしたペイ。イーシャンテンテンパイどうなんですか？イーシャンテンです。イーシャンテン、はい、テンパってはいないと思います。テンパイしたらリーチ増えるんですか？トイメンは。現在30。いや、黙ってもあるでしょうね。黙ってんで8000もあるでしょう。で、打点があれば、はい、少し考えながら親はリャンワンを切りましたね。そうですね。リャンワンは全員の安全牌ですね。はい、取っておこうかも考えたのかもしれません。来た、なんという。でもこれいいんじゃないですか結構。いや、良くないよ。だって そのものだもん。ドラそのものだもん。ダメよ。急騰3万円で死んじゃうよ。高面ばっかりですよ。死んじゃうよ。死んじゃうこれ。ほら、青井さんは転敗したけど上がれるんでしょうか。死んじゃうよ。親はどういった思考になりやすいですか。転敗ったらリーチ来ると思ってるんで、うん、親なんで、はい、なので読みましょうか。まだじゃあ親も張ってない。張ってないと思います。ソーズは、ソーズだったらサブローソーが怖い。ピンズだったら、ローピン切ってるから、はい、ヤンピン、イーピン、ローピンと。ピンズの前にちょっと待ってください。ソーズだったらサブローソー、はい、マンズだったら、でも47あたりは、そうですね。狙い目ですけどね、いっぱいありますけど。まあ、3647ぐらい、うん、マンズだったら。はい。サブローソー、サブローワン、スチーマン。ピンズはね、ドッポさんってトイメンさんがローピン切ってて、うん、あ、ローピンじゃない、ごめんなさい、ドッポさんがピンズ高いんで、うん、それに対して先打ちもあるんで、ここで両面固定してることもあるんですよ、ピンズのところ。だからウッパーピンとかは結構嫌なんですよ。ローピンとか持ってたくないじゃないですか、うんうん、はい、だからそういう意味ではいい両面。スッチーピンは固定しづらいけど、ウッパーピンって固定しやすいんですよ、うんうん、赤もあるし、より端っこだし。なので今のところ、ふわーっと浮かぶのはその4筋。ふわーっと。サブローソー、サブローマン、スッチーマン、ウッパーピン。この4筋がふわーっと。でも、イーシャンテンであると。イーシャンテンです。はい。はい、リーチ来ますから。なるほど。はい、わお、これ、すっごい大事ですよ。これって、これ絶対変えるんですけど。変えるんですけど。どれですか？めっちゃ大事なんですよ。どっちがいいですかね。はい。こっちをきっと、こっちの方が山にいる確率は高いんですけど、こっちを切っておくと、これを後で親がリーチした時に出るんですよ。親の現物。そう。はい。でもこっち切っちゃうと、僕の捨て牌がひどいんで、ウッパーソーに見えちゃうんですよ。だからこれ出にくくなっちゃうんですよ。すっげえ難しいです、これ。めちゃくちゃ、あ、もうこれ喋ってる時、本当は本番だったらすぐ切りますよ。もう一応切る早も決めてるんで。いや、はい。はい、巧みなんで、ぜひ喋っていただけたら。はい。はい、ですよね。なので、一応これはトップ目ってことも含めてションパイのパーソーを切りそうです。そして親の現物のチースを残して上がり率がそっちと、あの危険度も含めてそっちの方が生きていけやすいんで、はい、これはあそこがピンズだけとは限らないので、統一系のなんかあんこゴツゴツみたいな手も考えられなくはないので、うん、一応嘘は切り、うん、ドラ表なんでね。なのでパーソーが統一とかかもしれないので、
方を切って、でもこれだとなんか後の人生も自由に生きていけますね。あ、そうですそうです、こう生きていきやすい方を選んで、うん、でこうしておくと、やっぱり今親が本当にいいじゃんっていうのと僕は読んでるので、はい、でもいられてる、うん、まあでもそっちの方が山にいることはしてたんで、うん、まあ枚数で、はい、危険度と上がりやすさの話を今総合しないといけないので、はい、ローピンスマギリでした。スマギリでしたね。ふいさん、これドラ持ってきたらドラに変えるんですか。これは、匂いをちょっと自分が上がりたいというよりも怖いので特化そうです。おー、はい、なるほど。上がりやすさよりも今度は怖いので、怖さで、はい。ふいさんはズマギリ3枚目の牌でした、はい。これが今みたいに僕みたいにどうしても上がりたいじゃないじゃないですか、これ。どうしても上がりたいってと、はい、また違うんですよ、トップ目なんで。転廃したいんですよ、僕は。転廃料。はい、欲しいんです。大事ですね。大事です。すごく大事です。あ、トイメンの手が止まりました。止まりましたね。そろそろ、何、ピンズなのか、なんだ、もうそれしかないんだけどな、でも。川を見て親にも警戒も含めてドラ切ってきたね。もうこれでチートイツはないでしょう、はあ、はい、いいシャンテンだと思いますけどね今ので、はい、チートイツもなくなって、まあ僕の中でいいシャンテンですか、はい、ピンズの名門のいいシャンテンだと僕は思ってます。でそこにローピンスーピンと押してる親はいいシャンテンだと思ってます。なので2人いいシャンテンだ、はい、2人いいシャンテンなら切っていいでしょう。俺ピンズ持ってきて、あ、なるほどね、うん、ポンされるかもしれないけどね、はい、知ってる？これパーピンとキューピン危ないんだよ。パーピンとキューピン、パーピンとキューピンポンされて、はい、テンパられるよ僕の中で。あと自敗は分かんないけど、トイツでチュンとか分かんない、なんだっけ、トンチュンだっけ、こういうのねちゃんと覚えておいたらいいね。あ、手出しだ、中に入ったの、なんだなんだ、中に入ったの、2番目に入ってる。リーチもありますかね。わかんない、今の顔見てる。でもピンズでいっぱいあるともうちょっと、リーチあそこからチーピン出てきましたよ。これキューピンとキューピンと自敗のシャンポンじゃないの、違うの、まだ出てない自敗もありますからね。キューピンと自敗のシャンポンじゃないの、カンパーピンとどっち取るかちょっと悩んだんじゃないの、それ違うよ、ないですね、全然関係ない、ゲームですね、もうちょっと危ない方がいい。さあ、はい、これ大事なとこだよ、どうそうで上がり伸ばしてるからね。そうなんですよね。やめてよ、そんなバナナ、そんなバナナ来ましたね。これ本線ですよ。あら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 、大変で、はい、一応、うん、うわこれ切る牌がないじゃん。それぐらいですか、これ切っとくと、うん、これ役がないところじゃないよ、うん、危険が、希望もないよ、どうしよう、やめて夢も希望もない、夢も希望もない、これ切るしかなくなっちゃったんだけど、これすっごい怖いんだけど、めっちゃ危ないんだけど、やめて、これやめて、降りて、降りて、降りろ、降りろ、本一で、うん、鎮一はないですか、鎮一はなさそうですか、いやない、トンとチュンがどっちか、鎮一はないですね。鎮一だったらリーチしない可能性もあります。そうだし、うん、鎮一は枚数が足りないと思います、ピンズの枚数が、はい、スッチワンはかなり切りにくいですか、いや、親にも危ないですし、でも切りますよ、もうちょっとこれ僕振り手じゃないんじゃないですか、これいい街ですね、振り手じゃないですけど、はい、切ってないですよ、これをちょっと食べてもらっていいですか、食べてくれればこの世から消滅してくれたら食すっていう第3のジャンルがあるんですか、ただあれね、リャンメンかもしれないんだよ、チーピンと何かのシャンポンにするか、リャンウピン、あ、じゃあごめんなさい、ウッパーピン、ロッキューピンにしてるバージョンもあるんで、はい、ね、うん、これが頭かもしれないんだよ、そうですよ、ね、これが頭で6球ピンかもしれないんだよ、トンチュンがどこまで、今この世で一番危ないのは6球ピンなのね、9ピン、うん、9ピンを切ったら多分ロンって言われるんだけど、トンがリーチ面本ですか、そうトンで高いのは、うん、だから切んないんだけどね、切りません、所詮僕はね、え、でもちゃんと考えてね、そう、選ぶの僕は守備派なんで切ったことないんだけど、これ流局だから大丈夫、初圧だ、あーとワンコだ、ほらキューピンと自敗のシャンポン、ほんとだー、ほら、はい、いや読みが優れてましたね、そうなんだけど読んだって負けんだよ、いやでもトンは打てない厳しい、いやでもトンは打っても上がり伸ばしてないんだけど、ローソーがね、さすがに小さ、
もう絶対イーシャンテンなんだよ親が。ちょっと手開けてもらえますか。もうリャンメンリャンメンのイーシャンテンだから。違うじゃん。イーシャンテンだけど具形だった。ちゃんぽんかんちゃん。なるほど。え、サブローソーとカンウマン。サブローソーとカン、あ、これリャンカン。え、うん、だからリャンカンにイーソー切ればできたってことだよ。サブロース。なるほどね。あー、いやー見応えのある一曲となりました。そうですね、結局積もられちゃいましたね。積もられたことによってお父さんまた2着目になりましたね。怒っちゃった。いやさすがに流局すると思ったんだけどな。自敗は結構持ってそうで、ウッパーピンにしなかったんで。そうですね、ま、外したろって思ったんだよ。外してますね。でこれ流局だ、キューピンと自敗のシャンポン流局って思った。ごめんね、つも強いね。一発じゃないなら俺初って役いただくよみたいな感じだね。なるほど、でもいいです。キューピンギリリーチも上がってるんで。いやー、はい、でもこの危険牌の読み方とこういう競ってる場合のラス前の戦い方はかなり勉強になりました。はい、ちなみにチーソーは、うん、必ず親がリーチ来た時に持ってないんですよ。ちなみにチーソーなんか国士なのか何なのかよく分かんない人がいて、でピンズだろうどうせっていう人がいて、チーソーはフッと切ってくれる牌なんで、うん、これがあるんで。いやさすがにペンローソーの方がいいとかやってないんで、ドラの方がいいなんてしょうがないです、これは。はい、はい、さあご視聴ありがとうございました。オーラスもお楽しみに。